おはようございます。即下塾の久保です。今日は7月12日、時間は深夜3時40分です。今、冷やしを見ているんですけども、ファンダメンタルがね、昨日月曜日にありまして、で、大きな要線がここにズバンっできています。ファンダメンタルズっていうのはあの、参院選の結果ですね、これが出たことによって、相場っていうのが、まあ、ある一定の方向に、まあ、形作られたってことなんですけども、実際、 その選挙の結果によってどういうふうに動くのかは分かりませんので、ファンダメンタルズをね、避けるべきだというふうにお話しておりました。また今回のファンダメンタルズですけども、まあテクニカルでもね、よく出てくる、まあ、ブレイクなんで、まあしっかりと頭に入れておいていただければ、次回も使えることになるんじゃないかなと思います。ではですね、えー、冷やしのところで、とにもかくにも、こちらのダブルトップの水準を超えましたんで、今度はね、137円台で 新しいドル円相場が推移するというふうに考えられます、まあ、一旦ここまで上がると今度はね136円台に下がってくるっていうのはあんまり考えられないんですよねというのがこちらのダブルトップが今度は抵抗体になってですね下への侵入を防ぐ役割をするんですねレジサポ転換っていうんですけども、まあ、何年しかしらの形でダブルトップなどがあった場合こういうふうにねここを一旦破ると今度は 下に行きづらくなるっていう性質があるんですね。まあこれは今までも何度もお話していたんでわかりやすいと思います。じゃあ、4時間の方を見ていきます。4時間の方を見ていくと、2つぐらい言えることがあったかなと思います。というのが、三角形がだんだん小さくなっていって、で、この辺りでね、ブレイクしたって感じですかね。上の方にブレイクをしたという形でございます。まあペナントっていうのが、 あのテクニカルにありますんでそれを突き破って、えー、上の方に行く可能性は大きかったかなと思います今回のねペナントで下に行くっていうのはあんまり考えられないんで、まあ、上の方に当てればいいのかなっていうところとあと136円の水準ですよね136円の水準を打ち破って上昇していくともうかなりね買い、えー、の方に上の方に伸びていくっていうところが あお話した通りでございますけどもレジサボ転換起きるところになってますこの2つの要因でグ、えーッと上に伸びたのかなっていうのがテクニカルで言えるところプラスファンダメンタルがね、えー、昨日は聞いてましたんで言ったように選挙の結果ですよね、えー、まあ,あのどちらを優先すればいいのかちょっと難しいところではあるんですけども仮に選挙の結果がなくても同じような形になっていたんではないかなというふうに考えることができます、えー、というのが繰り返しますけどもペナントっていうのとね 百三十六円の水準を超えて、上の方にブレイクしたというところが言えるからなんですね。じゃあ、一時間の方を見ていきます。今後、一体どんな動きが考えられるんでしょうか。はい、というのがね。えっ、ー、と、まずは陰線、陽線のこの実体が揃っているところが、まあ、ブレイクするポイントになります。ここですね。ここからぐんと上に伸びる。そして、同じパターンで、ここもだいたい揃ってますよね。ここも、ここを超えると、ぐんと上に伸びるというところ。 繰り返してきてるわけなんですよというところで、右肩上がりのトレンドがここにできているということですね。安値切り上げ、高値切り上げということです。ということは、これからも、こちらですね。こちらを1時間でね、破ることがあれば、大きく上の方に伸びて、 この138円に近くなるってことが言えるんじゃないかなと思いますえ元々ですね月からで様子を見て火曜日あたりに137円の水準上がればいいかなと思ったんですけども,も月曜日ね昨日137円クリアしちゃいましたんで今度はね138円を今週中にいくのかどうかなっていうふうな見方になってきますまあここから価格を下げてええーね、円が高値を出していくってことは考えにくいですからまあですんでねこのネックラインを超えて 今、まあ、ブレイクして、えー、倍でエントリーするところを見ていけばいいんじゃないかなと思います。それまでは、こちらの方が収束して、もしくは横ばいになっていくところを見ておけばというとこですね。えー、今週はだから、今日ですか今日はだからあ、この今の価格が137円の305ですけども、これがね、えー、138円の方面に動いていって、137円。